NG へと両座スカイウォーカーの帰ってきたダイヤマンラジオ。ボンバー、ボンバーボーン、来たー、だー、全世界の皆様をこんばんちは、餃子です、はい、ヘッドです。懐か、全てが懐かしいですね。これ、このオープニングから、オープニングパランパラン、はい、パンパンパン、もうこの曲めっちゃ好きやわ。この曲ね、うん、もう使わせてもらってますけど、はい、おなじみになってますけどね、はい、はい、で今日はもう、今日はいつもあの本番前にプレイしてくれる、うん、オアシスライジングサウンドのトランクスが初登場一番先紹介するっていう一番先紹介、ちょっとまあ、あの 今プレイしてくれたんで、うん、あれですけど、こうずっとね、あの前のレギュラーのダイヤマンラジオの時に顔出さずに黙々とボランティアプレイをしてくれてたトランクスがついに登場です、はい、だからこうレゲエにあんま馴染みなくてダイヤマンラジオしか見てないという人がもしいるならば、はい、トランクスこんな人です。帰ってきました、帰ってきました、帰ってきちゃいました。なんせ、2020年の8月ぶりらしいです。4年ぐらいですか、はい、4年ぶりということで、はい、やっぱりこの番組も、うん、コロナ禍 コロナ禍に、ね、飲まれた、はい、もう質の良かったエンターテインメントのコロナとともに消えていった一つ、みんなに惜しまれつつもだからね、最後の最後のその2020年8月のダイヤマは、うん、無観客というか誰もいないサンホールというライブハウスでね、もうそっからなんかね、はい、生中継で、はい、なんか変な空気でしたねあれも思い出したらいや面白かったけどね、面白かった、はい、いやでも俺はもうこのダイヤマラジオはほんまにほんまに大好きやったんで、うん、帰ってこれてよかった。俺たちのライフワークでしたから、ね、いやほんまマジでこのがむしゃらボランティア番組な言う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 な、月一でやってましたっけ、はい、いろんなとこロケ行ってね2人でその VTR を見ながら生放送で突っ込んでいくという番組です。いやもうロケもめっちゃ面白いのいっぱいあったからね。いっぱいね、何個かは YouTube にダイジェストで、うん、ダイヤマンラジオチャンネルが YouTube 実はあるんでダイジェスト見れるんですけど、ほんまに今のっていうか、こう、うん、リョーと俺のこの感じから考えたら、うんうん、ほんまちょけて、もうちょけって言うたらあかんけど真剣に ふざけさせてもらって、ほんまにね。で今回も緊急招集で、うん、この突然ね、このこじらせディレクターから連絡がありましたけども、はあ、結構いざなったら忘れてて、いろんなことをダイヤマってこんなんやってたっていうのも全然抜けてていつからダイヤマのディはこじらせディレクター分からん、そういうのも入れてみたけど、はあパソコン持ってくの忘れたんですよ僕今日。ほんまに。そうやそうや、お題のコーナーでね、こう僕はこれ見てより分けてやってたっていうぐらいちょっと抜けてるんで、今日もうダイヤマが抜けてしまってるんで取り戻していきたいと思います、みんなと一緒に。なんなんそれ。ポコチャ病、ちゃうちゃうちゃう。はいらしい。はい、ポコちゃんもよろしくです。はい、よろしくお願いします。ということで。はい、やっていかなあきませんけども、いいですか、じゃあもう進行しちゃって、はい、だからそこ早速最初のコーナーいきましょう、ね、そうでこの、お題 VTR のコーナー参ります。はい、はい、先ほども言いました NG ヘッドナイトの様子をご覧いただくんですけども、今回は、はい、見ていただくのは、ダイヤマエディションとなっております、うん、ダイヤマ用のダイジェスト、うん、で、これがですね、ニュートラルのチャンネルで、はい、最後に言った方が良かったか、これから見てもらう NG ヘッドナイトの様子、はい、ニュートラルの YouTube チャンネルでフルラバダブ公開されるようなんで、それもお楽しみに、はい、ここでは先にね、いち早く、はい、ダイヤマエディションでお届けしようということで行ってみましょうか、はい、じゃあ、まあ、俺らもまずそのダイジェスト版は初見なんで、はい、俺らも一緒にね、はい、初めて見ますけど、はい、一緒に見てみましょう。じゃあ VTR 掛け声を団長あ、じゃあ帰ってきたダイヤマラジオ、うん、VTR 大回転ぐるぐるぐるミッション0059 NG ヘッドマン、キャラの紹介で、いやーエグかったこの日は、よう見てキャラの T シャツ、あああれだ、トキワ T、トキワ T、
ございました。すごい満員御礼です。いやパンパンやったからね。上がるボルテージ今のチラシぶっ飛ぶブレーカー俺は DJ お前の死んだ熱い心掘り起こすアンダーテイカーわー今夜ボボボボボボ今心の涙けてこの DJ マシは誰も止められない。カーテンに行くぞ。歌ってくれるのよ。これもありたかったね。実は来月くらいからちょっとベーリング海の方にカニを取りに行くことになってます。ちょっとね、ちょっとディスカバリーチャンネル の撮影舞台と一緒に一年ほどちょっとカニ漁か。めちゃくちゃいっぱい漁で。カニの土産待っとこ。ロング取材行くね。真似して曲なし。ずっといい曲ばっかり危ない曲ばっかり出るからチェックしてくれ。プロップでストップで、まあ、今日はこういうイベントを、まあ、主催してもらって NG ヘッドナイト、まあ、俺の、まあ、壮行会というか、まあ、ちょっとだけ会われへんからたっぷり NG ヘッドを堪能してもらおうかなというわけで、まあ、いろいろ持ってきてるから次しーちゃんいっとこうか。ロッチじゃあこれは言っとくわ。なんでこいつが悪いのかな。ファイヤーファイヤーファイヤー。すげえディレイが深い。ファッカーバビロンボンボクラビエビちょっとの間だからちょっと待ってて。あれこの絵かっこいいよな。いっぱい画面パパパパパこの時のために
心と体に目的地なんてどこでもいいよ、そこまでの道中が最高なら繋がろうか、ほらレッドインジャーン。ちょっと待ってて、ワイ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 、当たり前のように今夜も雲の上でスラブリー、ラベ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 、あいつみたいにこの思いが届きます。じゃあ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 ということで、yeah. ちょっと今の安定で思わず止めましたけども、はい、この日ほんまにね、あのもう熱気がマジですごかったし、うん、やっぱ団長への愛がね、もうね、いやほんまな、お客さんもこんだけパンパン来てくれて、うん、アーティストもまあね、この後出てきますけど、どんどんもう集まってて、うん、実際でも、まあ、ここでこのタイミングであれですけど、どうです団長、今こう冒頭見てみて。いやもう愛にあふれてた、うん、のっけから、うん、やっぱお客さんやっぱめちゃくちゃあったかかったし、うん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 、でもちろんさ、その、まあ、NG ヘッドサポートしてくれてる人ばっかり来てくれてて、うんうん、まあ、みんなすごい歌ってくれるとかさ、うん、なんかな、まあその現場によってはあるけど、あれあの人数でこうガッて歌ってくれるのとかやっぱめっちゃ嬉しいな、ね。まあ、もちろんホーム大阪やから大阪来ても多かったけど、うん、結構いろんなとこからね、いやそうそうそう来てくれてたよ、お客さんなんかすごいね、全国から、うん、これはだからほんまにちょっと伝説になったんじゃないかなと思いますけど、ね、ほんであの、うん、俺もそのバックステージでずっと音だけ聞いてたんですけど、うん、団長最近はすごいライブめっちゃやってたやん、うん、だからかっていうのもあんのか、まあ、NG ヘッドナイトというのもあるのか、めっちゃキレてたというかねえ、ライブちょっとキレキレで、ああよかった、後ろでお渋って鳴ってましたよほんまに、うん、この日よかった、頑張ってよかったいやいやいや、うん、ほんま やりよったなというかね、うん、やらはったなと思いました、ね、頑張ってよかった、はい、ちょっと続き見てみますか、はい、お願いします、はい、お願いします。ダンスホールに繰り出して、今日は青金やけどマジで揺らしていこうや。この間リリース配信されたばかりのバウンス。曲なんか知らんかっても感じて揺らしたらええねん、わかるやろ。いやもん、ほら見ないバウンス。行くの右に左右に左、ギャッハイ、ほら見ないバウンス、感じるままにバウンス。てめえも感心してねえで、見よう見まねでもバウンセイ、ラーほら隣もバウンセイ、バウンスも出てる、出てます、世に出てます、この YouTube バウンス、エビバリテツフリバウンセイ、考えてもみまねかない、レフトライン噛みつくさやめられない、ハマったらサイライブはない、リズムもいい、新曲やってるって感じふわふわしとるわそれちょっと本人ならではの、うん、あるよね、目線見せる方はもうバッチリです。バイ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 、ヤーマン、ちょっと再びよいしょ、オウドン、オウドン、はい、そして、うん、今のバウンシンっていう曲の MV が、うん、はいはい、なんと今夜、おこの、ダイヤマの後に合わしてきた、合わしてきました、そんなんできる子やったんやちゃんとできる子やった計画的なやつ、それは見ちゃいますね皆さん、はい、はい、ミュージックビデオが今夜、今のバウンスのビデオが、はい、そうです、バウンシンのもう今夜11時、11時からもうちょうどこれ終わったら、はい、すぐさまそちらに、はい、見れるようになりますんで、よろしくお願いしますということです、まあはい、今、まあ、曲はもう配信始まってるんで、曲は聴けるんですが、ね、TV がサブスクでも何でもどんどん聴いてください、はい、バウンスバウンス、いやバウンスイン、いい感じ、チェックラー、じゃあ続きお願いします、イエー、そんなんも言わしてもろうて、宣伝王道ですね宣伝王道大事大事、はい、すみません、そうかーってなりましたよ
is like boom boom boom。言っとくけど遊びじゃないの、ルール無用のガチンコファイト、挨拶毎度切れてる才能、まれちゃ危ない危険な背後、知ってんのって即答で I know。 Hey 最強で最高、大脳経由で全ての細胞がビリビリ来てる今回の相棒。最新曲ドンドン、明日配信される新曲に行くぞみんな。ここに集まったみんな、生きてることは素晴らしい。言っとくわ、 Life is beautiful。 仕事したないけどそれ以上にすっごいこと。これ初見でやってすげえ受けてやばかった。もうだからこう足早に言ってまいりましたが、サウスヤード、サウスヤードから、サウスヤードミュージックからのやつ、すでに配信始まっております。ここに集まった全員マジで生きてることは素晴らしい。 Life is beautiful, it's like that。 心の叫びを聞いてほしい。ギリ深い。生きとし生けるもの立ち上げます。仕事したないけどそれ以上にすっごいこと俺したない。金儲けも大切やけど評判も落としたない。熱く考えてもクールにやってくる月末の支払い。おい、おうどん、おうどん、オートマティック、ごめんなさい、イエスマンと、はい、いうことで、はい、はい、どうでしょう。ニューチューンバシバシですね、団長。やっぱりちょっとニューチューンバシバシです、ね、あの冒頭でもあのちょっと折れへん間にって言ってたけど、うん、マジであのずっと曲出ますですね、うん、あいつほんまはどっかおるやんって言うぐらい出ます。ほんまね、はい、いやそれもね、ほんま皆さんお楽しみにしていてほしいです。あいつほんまカニとか取ってへんやろっていうぐらいね、ぐらい出ます。あるみたいなんで、はい、お楽しみ爆弾が、はい、で、まあ、今のがだから言ったら、うん、ほんまの今出てる最新の曲です、うんうん、今一番レイテスト、はい、サウスヤードミュージックの Life is Beautiful、はい、ビデオも出てます。ビデオも出てますね、はい、コメントも来てましたよ。あの PV 足震えましたかってブロックから。ああそれじゃあこれ聞き終わってから喋りましょうかね。今の曲の曲終わってからね、はい、今途中やから、ね、じゃあ PV 日はね、はい、じゃあお願いします。 Beautiful it's like that。心の叫びを聞いてほしい。 Life is beautiful。 生きとし生けるもの立ち上げよう。仕事したないけどそれ以上にすっごいこと俺したない。金儲けも大切やけど評判も落としたない。考えてもクールにやってくる月末の支払い。やっぱどう考えても俺にはこれしかない。厳しいライトかいで才能ラインで蹴飛ばされてもまた最高ラインガイドラインなんかなくだってつながってる愛と愛。また傷だらけでも立ち上がる。生きてることに価値があるって思うたびに胸がキュンってくる。Life is a beautiful summer in the pool。 涙の向こうには今よりも大きな素晴らしい世界が待ってるはずさ。だから行こう、 Let it go。 時に不条理なことがあっても日を追うな。それは乗り越えて強くなれるチャンスなんだ。チャンスなんだ。コーラスじゃないかしら。ブジュの姉ちゃん、はい、それぞれそれぞれのあれこれ好きなこと、それぞれそれぞれの好きなことしたい好きなこと、人の道と
しいけど声からしこらず魂ほら生きてくのにふさわしい生きてみろお前ら素晴らしいさまよってる迷子の方向を導くマイクロフォン人生楽しめないとさ響け俺のファイトソンさまえよ向こう No looking back 涙の向こうにはあ、リレーかい素晴らしい世界が待ってるはずさだから行こう Let it go 時に不条理なことがあっても日和なそれは乗り越えて強くなれるチャンスなんだどん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 。Yeah. はい。Hold on. ちょっともう一回。ちょっとこれいいですね、団長。いやまあ。サウスアドバンダンビゴップ。リズムも素晴らしいし。そう。コーラスもブジュの姉ちゃん。うん。ね、いろんな男でビビしますけど、ブジュバンタンのお姉さんがシンガーやられてて。実のお姉さんが。そうやって NG ヘッドのチャンスなんだを言ってくれてると。そうやで。時に不条理な。言えんねやみたいな言えんねやな言っていただいてありがとうございます、はい、いやいいですねいやしかもな、うん、もうマジ職人やで、うんうん、ビビるそのどれがコーラス、うんうんうん、ほんま6本ぐらい入れてくれんねんけど、うん、でなんか真ん中から行くんかなとか思ったら、うん、声を重ねていくのね高いのから低いのまで6本高いとこ3本、低いとこ3本みたいなやんねんけど、もうバチバチ一発で決めていくねやんか。っていうぐらい。ほとんど取り直さずもサクサク。サクサクいく。こういうのもね、本当に僕ら結構 DJ でバイブスでっていうところであるんですけど、うん、シンガーとかコーラスとかね、そう結構こうキーとかピッチとかやっぱもうきっちりせんとあかんし、歌い出しからこう声が切れるタイミングまでね、切れ方とかまでこうありますから、まあこれはほんますごい職人技やからね、うん、これも無事なんですごいのかも、まあまあこれ伝わりにくいけど、そのもうバチバチ一発で決めていくね。おジャマイカの風もやばいバッチリ入った Life is Beautiful、はいはい、マスチェックです皆さん、はいはい、でその PV の話やねんけど、うん、あそうそうそう、うん、岡山県の、うん、なんつうとこやったっけな、これも公開中のミュージックビデオですけども、うん、まあ、景色のいいとこでね、そうそうそう、岩の上にそうなんかニコニコ岩っていうのが有名なとこで、うん、そこのこう横っぺりのこう海の方に突き出たというかの岩のとこで歌ってんねんけど、うんうん、いや、そりゃ怖かったよ。いや怖いってあれ。いや、まあ、このダイヤマのロケでも、うん、やったことあるけど、うん、高いとこ俺あかんやん。嫌のにようやったな、あれ。うん、立ってるだけでも嫌やのに、こうちょっとアクションせなあかんやん、こう、やっぱ歌っててこう。そう。伝えなあかんから。しかもさ、動くときもそのちょっとこう、へっぴり腰やったらあかんやん。あかんやん、これ。無理やりちょっと自信満々にせなあかんねえな。頑張ったね。いやだからこう頑張ってやって、うん、で監督クロフィンやねん。クロフィンさん、うん、はい、でバーってドローンで撮ってもらってるんだけど、バーってやって、うん、で歌もファーンって終わってガーってやってガトーってやったら、とりあえずしゃがむ。とりあえずしゃがんで終わったはってで、もうとりあえず一段低いところで降りる。安全な方へ。